うわ、すげえでっかいスリックタイヤ。すごいなぁ。いやーすごい。おおおおおお、動いた動いた。あ、こうやって。びっくりしましたよ。ここすごいですね。ここ六輪のあのレーシングカー。いや僕はね、昔その F1 のタイレルの六輪があったんですけど、お話伺ってみたいと思います。すごいですね。ここ実写を見たことは多分今まで、六輪のって多分何か違うこう展示会とかで見たことあるのかな。わ、すいません。僕作ったものなんです。これ作ったんですか？これもう全部自作。これ自作六輪の。自作です。僕らあのタイレルの。はい、世代ですか？世代です。そうですか。これ作ったんですか？作ったんですこれ。すいません失礼ですけども、じゃあそういったこう車の会社をやってらっしゃる。そうですね、あのこれ実はねアルミでできてるんですね全部。ボディが。ボディが。はい。でまあ僕はあのアルミの板金屋というか、はい、そういうような商売をやってるので、まああの車のレストアというものなんですね。はい。それでまあこういう技術をちょっと見せたいなと思ってこう1台作ったんですか。作ったもの全部フレームから何からもう鉄のパイプですね、それを全部溶接していってこれだけのものを作ったっていうのが。シャーシも全部。そうです。設計図はあったんですか。いや図面はあのですね、タミヤ のプラモデルから起こして採寸しました。採寸してそれを実写実物大にすると、まあ、12分の1をね12倍すればただ単に寸法が合うという。いやそれも作った。いやじゃあベースはタイレルなんですか。形はタイレルですけれども、そうですね、タイレルの6輪のそのプラモデルから起こしたという、でタイレルの実写と同じ寸法ですかね。そうです。ああ同じです。全く。うわうわすげえでっかいスリックタイヤ。そう、スリックタイヤって聞いたらもう興奮した。これ前の前輪のうわこうなってたんだ。これホイールもこれ作ったんですよ。ホイールも、ホイールも、すごいです。そんなのできるんですね。いやね、あの本物を手に入れて、これがねオリジナルの本物なんですけど。本物、本物をこれ手に入れたから、これを設計、これを図面化して作ったのがそれなんですね。すごいですね。これはいわゆるこのホイールっていうのはレーシングカーで使われているホイールなんですか。これは本物のその当時の本物に使われてた。その当時のタイレルの。それがたまたまあのヤフーのオークションで見つかったんですか。すごいですね。持ってみていいですか。軽いですよ。軽い。すごい。マグネシウム製のホイール、これ手に入れて。これでもよく手に入りましたね。まあたまたまですね。本当に知り合いがこういうのあるけどどうっていう。これ自体が高かったんじゃないですか。いやそんなしなかったです。あ、そうですか。何万円かで買えます。5、6万ぐらいです。5、6万でこれ手に入って。でこれをベースにして設計図面を図面なんですよ。すごい。ホイールも全部ですよ。で富山、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。で富山の方 の、はい、あの中村機械さんというところがあるんですけど、そこで製作してもらったんですね。ああ、その専門のこういうの、そう、タイレル。これですわ。これに今後じゃ、うわ、これ見てみたら、そう、だからね、あの時衝撃だから来る、多分あの全ての地球の人がびっくりしたんですよ、この六輪のね、F1 っていうのは。はあ、こうやって図面まで起こして全部自社でやって、そのまあホイールは専門の方にお願いしたってことですけど、よくなぜ作ろうと思ったんですか。なんでしょうね。やっぱ憧れの一台じゃないですか。そうです。いや本当に。うわーっていう。僕もやっぱりそのこの年代の人ってやっぱこのタイレルっていうものにすごくあの憧れてる、ね。そうなんですよ。で、まあ、あの自分はそういう商売ができる、あの車を作ることができるから、その六輪というこのね、あのどういう風な運動動きをするのか。そうなんですよ。やっぱり考えるじゃないですか。そこが気になる。四輪ではない六輪っていう。だからそれをちょっと見たかったっていうのもあります。ご自分自身で見たかったその六輪の動きを。うわ、ありがとうございます。これ渡木さん、実際に、まあ、6輪というとですよ、このハンドル曲げた時にこれがどう動くかっていうのはすごい気になる。はい、はい、じゃあ靴脱いで、足またいでそこまで乗っちゃってください。いいですか。いいです、大丈夫です。
失礼します。はい、うわあ。うん。うわ。はい。両サイド手をここら辺に置いて、両サイドを。え、はい。ここですね、ここ。あ、ここに。そんでお尻を浮かすようにして、片足ずつちょっと入れてってください。あ、うん。こうやって。そうそう、きついから。そう。あと片足でまた持ち上げた。これ、最初も本当に F1 なんですもんね。そうそうそう。おお、うわ、すっぽり入った。ちょうどウド鈴木だこれ。どういうこと？ちょうどウド鈴木の、うん、もうペダルが見えないですね。これだ当時どうやって運転してたんでしょうね。まあ、ね、感覚的にはこれはこの時代っていうのは今みたいにオートマセミオートマとかじゃなくて、やっぱりギアをクラッチと。ねでやってたわけですね。これここ左右、ああわかります。なんとなく感覚で、ああハンドルちょっと動かしてみる。いいですか。じゃあ右に動かします。おいいですか。おおおお動いた動いた。あこうやって前の四輪が同じ動きをするんだ。すごい。うわーってこう戻してこうやって左もいいですか。で左をこうやってこう、うわすごい。はあ感激。これ見事だな。これどうやってこの一つのいわゆるハンドルから伝わるものでこの四輪が全部動くってすごい。かっこいい。わあでももう走らずにはいられないってことになりますね。やっぱここ座ると夜走るためにこれだけのぴったりとした感覚、やっぱあ無駄を削ぎ落として車とつまり一心同体になる、だから人車一体になるっていうことがこのやっぱりレーシングカーこの F1 の車には乗った時点で全てそう変身できるようになってんだ。なぜ6輪だったんでしょうね。タイレルはメリットがやっぱりあったっていう。もともとはだからタイヤを小さくすることで空気抵抗がなくなるっていう。まず、はあ、6輪にすれば、なるほど、前輪タイヤ自体は小さくなると。でも実際には空気抵抗っていうのは前輪透明面積っていうのがあって、リアタイヤが大きさがあるから、結局面積って変わらなかったんですよ。あ、そうなんですか。前を小さくしても。とブレーキの数が4個になったとか、あとタイヤが4個になったことでグリップ力が増したと。増したと。それが戦闘的にはよくだからすごい。だからあれはだから見て衝撃を受けて、だから実際に我々は乗る体感はできないかったわけですけど、実際に当時タイレルで乗った人とかはもう多分数少ないんですけどすごい興奮したんじゃないでしょうかね。うわーすごい、ありがとうございます。いやーここは体感できるとは。私はこれどうやったら出れるんでしょうか。わかりませんか。あ、ありがとうございます。片足ずつちょっと出て。渡木さん、はい、ありがとうございます。だからもうこれ今じゃあこれ渡引きタイレルじゃなくて渡引き。渡引きタイレルですね。渡引きタイレル。すごいな。さっきの走行は、何回かしました。渡木さんが乗って。そうですね、はい、すごいな。まあ、いやーすごい渡木さん、はい、不可能はないですね。じゃあ、まあ、渡木さんに、そういうふうに言われたりするんですけど、ね、そうでしょう。だってあの幻の伝説の F1 を作れるぐらいですから。これからまた作ってみたい車ありますか。まあ、今のところそんなには、考えはないんですけれども、まあ、いずれ何かしらみたいと思います。いや興奮しました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。いやすみません、フロントで一発。最高です。ありがとうございます。私は鈴木
きゃいい。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。